すみません、どうされましたか？車椅子の子供を電車に乗せたいんですけど、大丈夫ですか？もちろんです。私たちが全力でお手伝いさせていただきますね。ありがとうございます。東改札からホームさん取れますか？こちらホームだ。これから車椅子のお子様がホームへ行きます。ちょっと悲しそうなんで、あれお願いします。はい、ゆーママ、僕は歩けるようになる？うん、すぐ歩けるようになるよ。うー、キッズ反抗しますね。うん、今日は特別にレアなスタンプをしとくね。あ、ありがとう。ホームの皆さん、ご準備ください。ソウスケ、やっぱり元気ないね。まもなくソウスケ号がホームを通過します。え、何？ホームにソウスケ号専用のレールが引いてあります。運転をお願いします。わー、皆さん、僕が運転手だー。わー、そうだった。行くよソウスケ。バカめ、ガスト食って帰ろう。マジアリゲーター、やった。ん、そのスマホいただいたぜ。これを売って金にしてやる。ちょっといい？なんだ、スヌーピー好きなの？あ、何がだよ。え、スマホの裏に入れてるくせに知らないの？ああ、これか。適当に貼っただけだよ。スマホの裏に入れるもん、わかんないわけなくない？なんなんだよお前ら、疑ってんのか？じゃあ顔認証してよ。うん、違いますって出てるけど。ああ、じゃあパスワードは？やっぱバカだから色々忘れちゃったんだ。ちげえよ、これは俺のじゃねえ。あんたは何？え、チーム犯罪？やめろー、キャル強っ。すいません。はい、どうされました？家からお風呂持ってきたんですけど、このまま行っちゃっていいですか？ダメですよ。何やってるんですか？久々にお湯溜めたんで、もったいなくなっちゃって。だからって駅まで持ってこないでください。駅員さんも入っていいですよ。入らないですよ。もしかしてタトゥース入ってるんですか？何ですかそれ。車内でも絶対こぼさないんで行かせてくださいよ。どう考えてもこぼれますよ。今からお湯減らしとくんで。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。周りの方に迷惑ですので。大丈夫ですよ、お風呂の温度は12度ですよ。冷てえな。水風呂入ってたのかよ。名古屋から新横浜まで息止めるのをやりたいんですよ。死にますって。2時間以上かかりますよ。とにかくお風呂は家で入ってください。わかりました、帰りますね。気をつけて。すみません。どうされたんですか、そんなに濡れて。そこにお風呂あったんで入ってきました。乾かしてきて。ちょっと五十嵐君、いかんでよ。いや、もう帰るよ。え、今日は一緒におってくれるって言ったじゃん。え、また明日な。今日は帰る、うん、もう明日はもっと一緒におってよ。おう、バカ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 、おおおおおお、何すんだよ。大抵とぼけんなよ。は？さっきの話聞いてたんだからな。あ？タクコちゃんがもっと一緒におってとか言ってたよね。それは違うんだよ。誰がどう見てもこれは浮気っしょ。死刑ね。怖っ。ちょっと待って。え？今文化祭の準備で千羽鶴折ってるでしょ。なんかやってたね。五十嵐くんが一羽も折ってくれないからさ。じゃあ一緒に折ってって。折り紙一緒に折ってってことだよ。ややこしいな。うん、ギャル強。ねえ、この後ラーメン行こう。あり、餃子もつけよう。もちん？何なのあいつ、キモ。盗聴器セット完了。これで女の子の可愛い声や恋バナだって聞けるぞ。てかさ、カラスの鳴き真似できるようになったんだよね。え、マジ聞きたい。さあ、可愛い声を聞かせてくれ。ああああああ、ん、え、ジュワル、私もやってみよう。ああああああ、なんでカラスの声しか聞こえねえんだよ。思ってたのと違う。ちょっとお客様、え、今聞いてるのは何ですか？これはそのお姉ちゃんにぶつかった時に盗聴器を仕込みまして、僕はしっかり見てましたよ。どうせなら可愛い声を聞きたかった。お姉ちゃんたち、もう大丈夫ですよ。あ、え、ちょっと待って、乗ります。ドアが閉まります。うわ、閉まっちゃった。さあ、もう諦めんなよ。え、見てて。うん、開けてほしいな。なんだ、ほら、二人もやって。すごいやつだな。開けてほちいな、開けてほちいな、開けてほちいな。もう一度ドア開けます。いけたね。やったでも試練はこっからだよ。だね。失礼します。お前らまた遅刻か。今日は許さんぞ。ごめんなさい。ダメだ、放課後職員室に来い。これで許して。なんだ、許してほちいな、許してほしいな、許してほしいな。
許しちゃおちょろ。それじゃ引いた番号の席に着くように。俺の席どこだ。あたしここ。なんだよその席。ソファーとかなしだろ。この色落ち着く。落ち着かねえよ。その色のソファー見たことねえわ。俺ここっぽいな。電気椅子じゃねえか。五十嵐何したんだよ。俺殺しちまったんだよ。え、誰をだよ。職員室にいたゴキブリ。大丈夫だろ。さよならみんな。死んでるやついた。看護家で授業を受けるつもりかよ。寝てんな。西川も早く席ついて。俺の席って空気椅子。なんでだよ。先輩たちが効果の見本見せてくれるからちゃんと聞くように。はいはい。じゃあ最初タクポよ。せーの。つけまつけまつけまぐろ。どんな歌だよ。うちの効果そんなんじゃないだろ。あ、間違えた、こっちか。じゃあ行くぞ。せーの。心臓を握りつぶして。そんなわけねえだろ。悪魔みたいな始まり方だな。じゃあ俺が歌うよ。五十嵐頼むぞ。せーの。言うことを聞かねえやつはまず殴る。ダメだよ、考え方昭和すぎるわ。ああ思い出したわ、ちゃんとやってくれよ。行くぞ。せーの。君が国家だよそれ。もう先生見本歌ってください。お願いします。おお任せろ。せーの。希望あふれるたくあんこおおおんち。家に帰るまでが遠足だ、気をつけるように。はいほい。先生トラック引いちゃいました。普通逆だろ。トラックに引かれたんじゃなくて、なんか突っ込んできたから潰しちゃった。怪力すぎんだろ。みんな遠足疲れたし、うちで休んでく。え、いいの。タクポ4ちってギャル山駅だよ。嫌な予感しかしねえ。こっから近いんだっけ。ちょうど1万キロ。多いな。遠足より遠足じゃねえか。さ、行くよー。おお、マジかよ。みんな気をつけて。え、胸を、大丈夫か。この道3秒に1回雷落ちてくるの。地獄じゃねえか。胸を、生きてるか。こんなこともあろうかとゴム製の服着てきたのさ。準備良すぎんだろ。この道ドッグンもいるよ。もうマリオじゃねえか。現実じゃコンティニューできねえぞ。よし走るよ。おー、クッパだ。ちっちぇ。のぞみ247A から名古屋駅取れますか。こちら名古屋駅、たくあんです。名古屋で降りるお客様で247A遅れのため後続の白崎グリーン席の確保をお願いしたいんですが。かしこまりました。来られましたらすぐ対応します。あともう一点。何ですか。多分そのお客様、関東中のヤンキーを一人でぶっ倒した男、関東のシャチ、おいとらなんです。そんな怒らせたらたくあん社員の命が危ないかと。わかりました。やばいやばいやばい。さっさとシルゴルラ。申し訳ございません、すぐお作りします。ちんたらしやがって、てめえらさらっちまうぞ。申し訳ありません。あ、あんたもしかして。え、その頬の傷は間違いねえ、カバタツ総長じゃないっすか。いや違います、カバタツ総長、ご無礼をお許しください。いやちょっと待ってくださいよ。俺が俺を許せねえっす。一発殴ってください。いやちょっと待ってください、僕は違うんです。僕を殴ってください、早く早く早く。うわー、なにこれ。チース。ちょっと待て。今日は交通安全教室だぞ。だから花火持ってバイクで来たんじゃん。普通花火持たずに自転車で来るんだよ。私交通安全マスターしてるから大丈夫。どこがだよ。危なすぎるわ。うっす。五十嵐、それはなんだ。チャリっすよ。見たことないチャリだな。普通の持ってないのか。じいちゃんが自転車屋やってたんすけど、売れなさすぎて潰れちゃったんすよ昨日。普通の自転車も売ってたんだよな。これだけっす。だからだよ。勝地と申しますか。おい何事だ。赤信号は止まりますか。止まらず突き進め。ちょっと上辺して。かしこまりました。あれお客様。なんだ。こちらの切符一度上辺されてますね。だからなんだよ。乗車変更は一度限りになってまして。だからなんだって言ってんだよ。いやなので2回目の変更はできないんですよ。舐めてんのかお前。覚えとけよ。おいお前。はい。この前改札に乗車変更したい男の人来ただろ。あ、はい。どんな対応した。いつも通り乗車変更は1回限りですと案内しましたよ。あの方はうちの社長がお世話になってる村井ホテルの社長なんだぞ。はあ。もっと臨機応変にやれよ。え、お前のせいでお怒りだ。ちゃんと謝罪の電話入れとけよ。でも僕はいつも通りに。一般のお客と村井社長は違うんだ。今後はもっとうまいことやってくれよ。納得いかないな。お前らどうしたんだ。五月病でやる気が出ないの。いつも出てないけどな。メタモになりたーい。どんな願望だよ。ゴールデンウィーク終わっちゃって夏休みまで耐えられないっすわ。夏休みまであっという間だ。頑張れ。スライムになりたい。みんなとろけてんな。おい掃除の準備しろ。後輩にやってもらう。後輩ルンバじゃねえか。ホキ使うな。掃除ぐらい自分でやれ。
ほうきって知ってるか？お前らもういい。授業の準備するぞ。今日何すんの？昼寝だ。最高！ちょっと車掌さん、どうされました？この電車がヤバそうな人にジャックされてますよ。どういうことですか？サングラスかけてあんな怖そうな運転手見たことないですよ。え？ああ、ちゃんとした運転手さんですよ。本当ですか？はい、最近から運転中にサングラスの着用ができる会社が増えてきたんですよ。そうなんですか？車の運転中、眩しかったらサングラスをかけたりしますよね。はい。それと同じで、電車の運転中も西部や朝日で眩しいんですよね。なるほど。何よりも安全のためにサングラスをかけてるんですよ。そうだったんですね。てっきり怖い人が運転手をボコボコにしてジャックしたのかと思いました。そんなはずないですよ。ね、運転手さん。はい。誰？中間テストの勉強してきた？私は全然してない。めっちゃしてきたやつの言い方だな。お得な家系が天下統一したんだっけ？徳川家康な？本当にしてなさそうだな。テスト範囲ってどこ？明治維新から現代だよ。ギャル革命から未来までの勉強してきちゃった。聞いたことねえよ。ギャルが勝手に革命を起こすな。みんな疲れ切った顔してどうしたんだ？お前だよ。多分一夜漬けしてきただろ。俺のどこを見てそんなこと言ってんだよ。クマだよ。イガラシめっちゃペン進んでんな。できた、火山灰。何書いてんだよ。おい西川。え、イガラシのカンニングさんな。お前は霊剣だ。わあ、こいのぼりだ。泳いでるみたいだね。大きい孫いはお父さん、小さいひごいは誰？ソウスケ、見ないでおこ。くそげ！声じゃなかったよね。ああいう声もいるのかもね。へぇー！非常！キャッ！あー！え、ただいま、鯉のぼりが倒れてきたため、緊急停車しております。え？まさか。ちょっとお客様、何やってるんですか？ちょっと鯉のぼりやろうと思ってね。バカなことしてないで仕事してください。うるさいな。電車を止めて多くの方に迷惑をかけてるんですよ。それが何なの？言ってもわからないみたいですね。何をするのよ。わあ、すごーい。下に下ろすのよ。制限よし。進行オーライ。え、何？なんだ。いや。もうダメだ。緊急ニュースです。先ほど9時20分ごろ、たくあん線にて脱線事故が発生しました。先頭車両が崖に衝突しているようで姿が見えません。現在警察が現場の検証を行っています。まさか乗ってないよね？お前たちのせいだろ。申し訳ございませんでした。どんなに謝って来られてもタクポヨは戻ってこねえんだよ。お前たちがタクポヨの命を奪ったんだよ。申し訳ございません。タクワン線脱線事故は86名の死者、200名以上の負傷者が出る大惨事となった。原因は運転士のスピードの出しすぎとのことで、多くの犠牲者、そしてその家族の傷が消えることはない。俺だけ幸せになっていいわけねえんだよ。お兄さん、俺はこれから笑える日が来るのかな。あいつはどんなに怖くて辛かったか。もし笑える日が来たとしても笑ってていいのかな。じゃあ会って聞いてみますか。は？深夜2時16分、清川海域にお化け電車が参ります。お化け電車？何言ってんだよ。バカにしてんのか。まあまあ嘘だと思って言ってみてくださいよ。意味わかんねえよ、お化け電車なんて。お待ちしておりました。嘘だったら許さねえからな。そうだ、本当にこれって。はい、この電車はあの日脱線した電車です。あの事故で犠牲になった方で、まだこの世に未練がある方が乗っています。じゃあタクポヨも乗ってんのか。かもしれませんね。タクポヨ。ただ一つだけルールがございます。え？次の駅で必ず降りてください。降りなかったらどうなるんだよ。あなたも死んでしまいます。次の駅まで3分間、大切な方との最後の時間をお過ごしください。ああ、ここにいる人たち、みんなお化けなのか？なんだね。あ、なんでもないっす。こんなにたくさん。あ、タクポヨ。あれ、イガラシ、なんで乗ってんの？タクポヨ。この後脱線事故で、タクポヨは。これからイガラシのタンプレ買おうと思ってたの。え？ほら、財布欲しいって言ってたでしょ。そうだったのか。バカ、泣くの早いって。まだ買ってもないんだよ。そうだな。ウケる。あのさ、
もしタクボヨが死んだら俺生きていけねえわ。もしそうなったらさ、俺死んでいいかな。許さねえよ。五十嵐はずっと生きててほしい。世界で一番幸せになってほしい。なんでだよ。当たり前だろ。五十嵐はずっと幸せじゃなきゃ許さない。マジ殺す。タクボヨ。次は彦橋。彦橋でございます。俺これからもずっと好きだからな。私も好きだよ。大好き。彦橋。彦橋到着です。じゃあまたな。バイバーイ。犠牲者の方のご家族ですか？ああ、はい。親父が乗ってたんです。そうですか。今僕芸人やってるんですけど、ずっと親父には反対されてたから会いづらくて。まさかこんなことになるなんて。こんなことになるなら芸人なんてなるんじゃなかった。親父の言う通りに働いてたら。では会って話してみますか？え、どうやって？お化け電車です。え、これがお化け電車？きっとお父様も乗っていますよ。マジっすか？ルールは一つだけ。次の駅で必ず降りてください。降りなければあなたも死んでしまいます。わかりました。それでは大切な方との最後の時間をお過ごしください。はい。親父いんのか？この子も。あ、親父。胸をこんなとこで何やってんだ？いや、ちょっとね。親父こそ電車なんて珍しいね。まあ、ちょっと用があってな。それって…ああ、母ちゃんにイケイケ言われてな。仕方なくだぞ。嘘だろ。じゃあ親父は俺のライブに行く途中で。面白くなかったら金返してもらうからな。なんでだよ。なんで行くんだよ。あんなに芸人はダメだって反対してただろ。そんなライブ行くんじゃねえよ。行くんじゃねえよ。バカ野郎。息子が本気で目指してる夢を応援しない親がどこにいる。そりゃ最初は止めるさ。でもそれをお前は押し切った。そして芸人になったんだろ。親父売れて母ちゃんと父ちゃんを楽させてくれよ。彦橋到着です。たまには家へ帰ってこいよ。すき焼き用意して待っとるわ。あ、いかがでしたか？僕絶対売れます。あ、だいぶ良くなってきましたね。ありがとうございます。お兄ちゃんちょっといいか？え、あの時の兄ちゃんか？何がですか？この前の脱線事故の電車に乗ってただろ。ああ、はい。あれは本当に恐ろしかった。ってことはおじさんも中に？そうだ、今もはっきり覚えている。僕はなんで助かったんですか？もしかしておじさんが？違う、優しい女子高生がな、お前を助けたんだ。聞こえますか？もう大丈夫ですよ。そこの姉ちゃんを先に。私より奥の男の子を助けてあげてください。わかりました。その方も無事なんですよね？会わせてください。そんな。じゃあ会ってきませんか？お化け電車へご案内します。お化け電車ってあの噂の？それでは必ず次の駅で降りてください。降りなければあなたも死んでしまいます。わかりました。それでは大切な方との最後の時間をお過ごしください。本当にお化け電車があったなんて。え、あれ、ジュン君？嘘だろ。幼馴染のかすみ先輩、まさか俺を助けてくれたのって。学校この電車なの？あ、はい。一緒じゃん。俺のせいでかすみ先輩は。あ、私ね、来年から東京の航空学校に行くの。パイロットになってたくさんの人を世界中に連れて行きたいの。そうなったらジュン君も乗ってね。かすみ先輩、どうしたの？僕ずっとかすみ先輩のことが大好きでした。ありがとう。私も好きだったよ。まもなく彦橋です。小さい頃からずっと好きだった。でも幼馴染の関係壊したくなくて。じゃあ東京で待ってるね。はい。彦橋到着です。いかがでしたか？僕パイロットになります。まただわ。はい。人殺しの家族名くたばれ。出てきてください。旦那さんはどんな人だったんですか？もう耐えられない。これで何もかもが終わる。死んじゃダメです。止めないでください。私の何も知らないくせに。先輩の奥さんですよね。本当に大変でしたね。私なんて生きてちゃダメなんです。そんなことない。奥さんが悪いわけないじゃないですか。奥さんに向けられるメディアや第三者の心ない言葉は許されないものです。僕もそうですし、奥さんの味方はたくさんいますよ。そもそも
あの脱線事故は先輩は悪くないんです。スピードの出しすぎ、居眠り運転やら勝手な情報ばかりマスコミが流していますが、あの脱線事故は置き石が原因だったんです。じゃあ旦那は何も悪くありません。おかしいと思ったんです。あんな真面目な人がスピード違反なんて。だから奥さんが悪いわけないんですよ。でもすぐに世間は分かってくれないと思います。まだこの苦しい生活が続くと思うと死んでしまった方が楽なんじゃないかなって思って。そんなことない。生きていたら必ずまた光が差します。だから引き続けてください。もしかして。お姉さんで、このお化け電車は最後になります。ルールは分かりますね。必ず次の駅で降りる。大切な方との最後の時間をお過ごしください。はい。 The end of the world。あなた、時刻到来。この後あの事故が。あなた、なんだよ。もし子供が生まれたらなんて名前にする。気が早いな。男の子だったら。男だったら宗介かな。宗介いいね。次は彦橋。彦橋です。このまま乗っててもいいかな。ダメだ。次で降りてくれ。頼むから降りてくれ。もしかしてあなた。彦橋、小橋到着です。ご苦労様でした。お化け電車に乗っていた人は全員脱線事故に遭うことを知っています。その上で絶対に言わないようにしていたんです。震えながらも大切な人の前だから。人間は生きているだけで素晴らしく美しい。人は大切な人を失ってから気づくことがある。自分は二度と戻らない美しい日々にいたんだと。